最近池に物を落とすと女神様が出てくるんだって。へえ。正直に言えばいいものになって帰ってくるって話。その話あんま興味ないから、キータの家にほとなしに行こう。うん。行くよ。あ、早く帰るって言われてたの忘れてた。帰らなくちゃ。ヤネちゃん、いつまで補助輪つけてんの？みっともないわ。でも補助輪ないと乗れないからな。安心しなさい、私が教えるわ。うわー、美人ママチャリよ。は？ヤネちゃん、まずはお母さんに乗って練習よ。まずはカーブになれるのよ。それは傾いてるだけだろ、ちゃんとやれ。たくもう、車輪投げるのはおかしいだろ。これが自転車の恐ろしさよ。さあ、次はスピードになりましょう。おい、止まれ、止まれって。おい、ん？あれはトマトよ。てやりすぎだよ。ヤネちゃん、これが自転車に乗るという子。俺は帰る、もういい。でんでんでん。てかあんた、いつになったら自転車の練習すんの？うるさいな、しないよ。あ、キータだ、遊んできます。ちょっと待ちなさい。じゃあ遊びに行こう。なんだこれ。ヤネちゃん、いい加減補助輪から卒業しなさい。やだね、ブー。こらあ、分かってよ、自転車乗ればいいんでしょ。あら、物分かりがいいのね。僕、昔からドラえもんの大ファンなんだ。俺はな、今日のためにたくさん練習したんだよ。昨日は公園で遊んでる鍵を空気ボールボコボコにしやったぜ。のび太くんにサインもらうために今日は敷地まで持ってきちゃった。ドラえもんから盗んできた秘密道具で鍵をボコボコにしやったぜ。うめえ、キータ VS のび太。のび太さん、よかったらサインください。色紙じゃなくてお前の体に傷跡というサインを残してやるよ。いやー、こ、怖いよー。時を戻して赤ちゃんにしてやるよ。おー、くらえ。行けー。第3試合、うめえキータの勝利。まず、教師って視点で負け組ですよね。はい。公務員安定とか言ってますけど、安定じゃなくて停滞っすよね。まあ、怪我しないで頑張ります。ひろゆき、俺は口でも喧嘩でも負ける気がしねえよ。おい、かかってこいや。浜井先生 VS ひろゆき。くたぶりー。ちょっといいっすか。これって別に格闘技じゃないっすよね。はぁ、だからなんだ。決められたルールの中で戦うのはいいんすけど、もしこの状態であなたが僕のことを殴ったら暴行罪になりますよ。暴行罪。暴行罪は2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金が科せられるんですけど、もう一回刑務所入りたいっすか。刑務所。ほら、飯だ、食え。まずい。もうあんな飯は食いたくない。後先考えないで行動するあたり、本当にあなたって無能ですよね。安月給で雇われて悔しいですね、ワンちゃん。お座り。ママ、お散歩ですよ。そのまま外に出ましょうね。俺は立派な先生だ。
浜井先生の勝利。これが事実上の決勝ね。私たち今までに何十回も殴り合い、選手をかけて親子喧嘩をしてきたけど、私が負けたことなんてほとんどないわ。俺とお母さん、確かに負けた回数は俺の方が多いかもしれない。だが油断してると足元を救われるぞ。今回はある秘策を用意したんだ。そろそろ本気で大人の恐ろしさを分からせてあげるわ。おそがみキーコ VS おそがみヤネスケ。第5試合、おそがみキーコの勝利。俺の名前はヤネスケ、天才小学生だ。俺にコントロールできないものはない。ある一人を除いては。やばい、お母さんが来た。やばい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 。ただいま、ヤネちゃん。お、ちゃんと宿題やってんの？やってねえだろお前。スイッチばっかな。やってんじゃねえよ。早く学校行ってこいや。はあ、分かったよ。おい、じゃあピーター、この問題解けるか。11万4514。あー、なわけねえだろ。ヤネスケ、お前はどうだ。3。お、いいぞヤネスケ。じゃあ次はな、12+56は68。おお、じゃあこれを微分してみろ。まあこれは難しいかな。4x+4。イエーイ。じゃあこれはどうだ。ポセイドン3乗プラス X 2乗プラス A 分の CY マイナス予測3乗プラス、ポセイドン12分の 3πr。 あ、あとポセイドンは事情できませんよ。授業終わった。遊びに行こう。よし、ビクロイするぞ。ヤネちゃん、スイッチ没収だから、あんたは野球の自主練しとくのよ。バーカ、ここにもスイッチあるんだよ。これでフォートナイトたくさんできるぞ。あんた何やってんの。よこしなさい。いい加減スイッチやめなさい。クソ。あと、ここと。いい加減にしなさい。では、特番じゃない、行かなきゃ。やっと邪魔が消えたよ。よし、できた。これでフォートナイトできるぞ。今回はビクロイだぞ。あんた何フォートナイトやってんの。お母さん、もう野球やめたい。何言ってんの。私に勝ったらやめていいわよ。勝負だ。あ、ダメだ。あ、こうなったらパーで押し切るしかない。これで最後ね。こうなったらあれを使うしかないな。これでとどめだ。ブラックディメーションキャップ。うおー、え、ボールはどこ。ちょっとどこにボール行ったのよあんた。あ、ママが消えたことで俺は自由になり、
大好きなフォートナイトで世界大会の決勝にまで来た。くそーくそー、2位かえ。はーい、準優勝の商品をお届けに参りました。ありがとうございます。え、何ですかこれ。私に負けたわね。さあ野球するわよ。あれ、こんなところに学校なんかあったっけ。ねえ入ってみようよ。賛成。怖いよ。行くよ。おーい、誰かいますか。やだ、もう怖いよ。平気だって、ほら行くよ。してるのかもしれない。